あたりはなんか腰痛にいいような気がするんですよね。ここ腰痛に効きます。効きますよね、はい。むしろこれが腰痛みたいな。ああ、なんかそうですよね。はい。これ。ああ、確かに。自分で伸ばせないもんな、ここはな。ここできないんですよ。できないですよね、ここね。見ましたね。水戸さん、体重がもろにかかって感じですよね。そうです。全体がね、かかってますもんね。体重かけなきゃ意味ないですよね。意味ないですよね。これだけかけないとやっぱり浸透しにくいだな。浸透圧というか、うん、中に入っていくの で、 そうですよ、ね、しっかり効くっていうか。そうですよね。これできないな、やっぱりこれだから、あの力だけだったらね、うん、あの力だけだったらね、うん、どんな感じかって、こんな感じになるんですよ。あ、そうなるんですか。こんな感じ。あ、痛いけど、なんか効いてないでしょ。振動圧使えばこうなるんですよ。じわーっとくるんですよ。あ、そう違いですか。そうそう。なるほど。力任せにされたりとかすると、うん、あとはなんか、うん、飲み返しがきつかったりとかするのはその辺ですよね。うん。ここね、あ、ここは、あ、でも前よりはマシか。いてて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 、てそこは痛い。いてて、you
そこ痛い。前まではこの角度だったの。ああ、そうだったっすか。痛いっすね。痛い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 。はい、では反対側向きましょう。いや前より痛いな、これ痛くなってるでしょ。前より痛いですね、はるか痛いですね。押さえ方の加減がちょっと違うだけですね。あ、そうですか。これは痛かった。よく耐えた。よく耐えました。これ以上痛いんだけどね。あ、そうです。より効率的により強くより効かせる方法ばっかり毎日考えてます。ああ、そういうことですね。これは効くね。しかしこれ普通の人やったら多分倒れるんちゃうんですか。これだから普通の人来なくていいんですよ。普通の人いきなりこれやったら多分あれだよね。最近はもう同意書にしてますからね。え、うち痛いけどあと知らない。あ、知らないよ。どうなって、いや多分続けられないよねこれね。多分そうそうそう。続けれる人だけでいいよ。いるんですね。悔しい。さっき痛かった。よいしょ、はい、では下向き。